はい、こんにちは。ということで、今日は、こちらの方のここのコメントですね。古い論文で PDF を落とすと文字も読みづらくて本文検索ができない。こういったような、PDF ファイルをですね、便利に使う方法を、この方が紹介してくださってるんですが、Google 検索でキャッシュリクエストすれば OCR 済みの HTML バージョンが返ってくるという、呪文のような、この文言が分かりにくいという話もありますので、ちょっとやり方を、見てみたいと思います。で、例えば、これ今適当に検索した、古い論文だと思うんです。1980年、ですね。で、この状態だと、一応これ文字検索できますけど、ちょっと読みづらいですよね、と。ですので、一応この、アドレスをコピーしまして、Google で検索をします。はい、そうすると出てきますね。で、このタブにキャッシュっていうのがあるんですね。これをクリックします。こうすると、先ほどのものがちょっと読みやすいかなに、かなというか、タイプされたものに、変換されたものが、Google のキャッシュから戻ってくるよと、いうことなんですが、ことこの文章に関して言うと、これ100%正しいかっていうと、でも一応正しいんですかね。改行ちょっと拾いづらいかなという感じですね。はい。ということです。こっちが、でも一応ある程度この状態でも拾えますね。はい。なので、まあケースバイケースだとは思いますけども、一応おそらくですけど、Google の検索に引っかかるような文章、ある程度の文章はこのように、Google の、サーバーにキャッシュとして残ってるよと。で、その際に、OCR、つまり自動読み取り機能で、PDF 上の、写真として認識している文字を、テキストデータ変換して、このように返してくれると。こうですね。Google ではファイルを自動的に HTML に変換して保存していると。こういうことだと思いますので、もし何か、役に立てば幸いです。ありがとうございました。